お相手とだからこれがもうこんなになっちゃうとダメなわけです。やっぱり美しく所作は美しく、そして笑顔で見てから見るもう視覚からも美しく、でもちゃんと力を入れてるんですよ。ほらうわゴリゴリゴリって言ってますね。ほらうわめっちゃ凝ってますよ。腰やばいですよ。使ってないのに。ドエムですからね。ドエムですか。自律神経の話ですよ。へえ。ね、だから疲れたりとか寝不足だったりとか寝れない時とか。時間だから外耳から鼓膜まで。胃腸を大事にしてあげてください。だからね、また忘年会とか新年会とか入ってくると思うので、気持ちいいですね。気持ちいい。この部屋が一番気持ちいいです、ね。うん、この辺やってるんですよ今。へえ。これ全部体と全部リンクしてるので、あ、頸椎が全部きてる。最後ここですね。気持ちいい。痛気持ちいい。これを覚えておくといいところですね。はい、セリナとかちょっと体調良くないなとか、イライラするなとか、そういう時とか、下に痛いとか。であとは手がすごい冷たくなっちゃって辛い時とかをしてあげると即効性があるので、ここを覚えておくといい。真ん中のここのところ。どうですか手？あ、でも全然違う。違うもなったし。色もね、全然違う。色も全然今違う。いや全然違う。結構良くなってる。いいと言いだしちゃう。ちゃいます。ものすごい距離が。